最後の審判とは、ゾロアスター教及び、アブラハムの宗教が共有する、終末論的世界観であり、世界の終焉後に人間が、生前の行いを審判され、天国か地獄行きかを決められるという信仰である。最後の審判という概念は、キリスト教やイスラム教に、特有のものではなく、それより先発のゾロアスター教に、すでに存在している。ゾロアスター教の世界観では、 世界は善なる神アフラマズだと悪なる神アンラマンユトの闘争の場として考えられており、最終的に悪が滅びた後で、世界も滅び、その後、最後の審判が行われると考えられている。ゾロアスター教の最後の審判は、地上に世界の誕生以来の死者が全員復活し、そこに天から水星が降ってきて、世界中のすべての鉱物が溶解し、復活した死者たちを飲み込み、 義者は全く熱さを感じないが、不義者は苦悶に泣き叫ぶことになる。一説には、これが3日間続き、不義者の罪も浄化されて、全員が理想世界に生まれ変わるとされる。別の説では、この結果、悪人は地獄で、善人は天国で永遠に過ごすことになるとされる。ユダヤ教の終末論を参照。生前に悔い改めなかった者が行くしおると、 最後の審判の後に悪人が送られるゲヘナがある。キリスト教では、世界の終わりに、イエス・キリストが再臨し、あらゆる死者を蘇らせて、裁きを行い、永遠の生命を与えられる者と地獄に落ちる者とに、分けるという、ヤファワやその息子であるナザレのイエスを神だと認めない、者、異教と同性愛や、婚外性交渉した後に悔い改めない者に救いは、訪れないと言われている。 聖書にも、イエスが、地獄では、せめくの炎が消えることも、うじが尽きることはないと言及している。アウグスティヌスは、キリストが受けるものと死せるものを裁くために、天から来られる最後の審判について、最後の終わりのという語をつけるのは、神が常に人を裁いておられるからだと教えている。カトリック教会、編集詳細は、後審判を参照カトリック教会では、 後審判の協議が保持されている。肉体が復活して、魂と結び合わされた後に、後審判があるとされる。プロテスタント、編集ルーテル教会。編集ルーテル教会のアウクスブルク信仰告白は、最後の審判において、イエス・キリストが敬験なものと選ばれたものには、永遠の命を与え、不敬験なものと悪魔には、限りない苦悩を宣告すると告白する。改革派教会。 編集ウェストミンスター信仰告白33章。最後の審判についてのには、神がこの日を定められた目的について告白している。それは、先民の永遠の救いにおいて、神の憐れみの栄光が表され、邪悪で、不従順で捨てられた者の,の永遠の刑罰において、神の正義の栄光が表されるためである。ウェストミンスターの全体の最後で、 キリストは、すべての者のに罪を犯すことを思いとどまらせるためにも、逆境にある信者の、大いなる慰めのためにも、最後の審判の日があることを信じるように、望まれていると告白されており、ウェストミンスター信仰告白は、目視録20時20分の、来たりませ、主イエスよ。速やかに来たりませ、アーメンで結ばれている、ディスペンセーション主義、編集ディスペンセーション主義では、観難前、 警挙説を取り、ノンクリスチャンが地上に取り残されて、クリスチャンだけが観南時代に警挙され、その後に最後の審判がある。聖教会、編集詳細は、高審判を、三章高審判ハンスメムリンク高審判、フランジェリコ会が、編集最後の審判三部作の一、神の大いなる怒りの日、ジョン・マーティン作最後の審判三部作の二、最後の審判、 ジョン・マーティン作最後の審判三部作の三、天国の平原。ジョン・マーティン作音楽、編集神の怒りを歌った、ディエスイレは、最後の審判のモチーフとして出てくる。詳細は、キアマー・オサンショウ・イスラム教においても、世界の終末にアンラーフが審判を下すとされている。復活の小さな兆候、スフィアンがシリアとイラクを破壊する。ダマスカスは人口が減ってしまう。 赤十字は40日間世界を支配する。マフディが生まれ、反キリストとの戦いをする。マッティはイスラム教を結び、イスラームの分裂を破壊する。マッティは、ムハンマドの子孫になる。イエスは地球に戻り、イエスはハン、反キリストを殺し、イエスは、平和をもたらす。イスラームは、正しい宗教とイエスが、世界に証明する。イエスが40年間支配するため、平和が訪れる。 イエスは自然に死にムハンマドの隣に葬られる。地上に獣が現れる。黒い雲が地球を覆う。天使イスラフィルは世界と自分自身を破壊するためのラッパをイスラエルで吹く。アッラーは宇宙を再建し、人類とンを裁く。人類とンは復活する。彼らは裸で罪深く、滑例を受けれない。人類はアダム、ノア、アブラハム、モーセに助けを求めるが、 彼らはイエスに行くように言う。イエスは人々にムハンマドに行くように言う。ムハンマドはアッラーに慈悲を働かせ、アッラーに人類の判断を求める。アッラーは再び裁きを始める。37復活の小さな兆候。時間の進みが早くなる。良い仕事が減る。人々は悲惨になる。殺人が増える。権限は間違った人に与えられる。誠実さは失われる。 知識と無知の廃止。金の山は、ユーフラテスから封印され、誰もそれから何も取らない。30の偽予言者が到着する。同じ宗教の2つの大きな宗教団体が、お互いに戦い、数多くの戦争を引き起こす。地震が活発になる。富の豊富さは、恩社のような人々を見つけることが困難になるほど、大きく増加し、チャリティーを与えるのは難しい。 人々がお互いのために競争を想像するとき、彼らはお互いに競争する。誰も墓の横を歩いて、そこに留まることができないと願っていない。うつ病や自殺が増える。イスラム教徒がコンスタンティノープルを占領する。樹木と石はイスラム教徒がユダヤ人と戦うのを助ける。薬物乱用が広く拡散する。寛因と違法な性行為は簡単になる。男性に比べて、 女性の数が増える。人々は建築モスクで競争する。良い人は騙される。恩社の支払いは全て負担を感じると、悲惨さが増加する。指導者は、アンダーの法則に従って支配しない。金持ちだけが配当を得る。貧しい人々は取得しない。興味が増す。天気は極端になる。最悪の人々は、人類のリーダーをなる。偏見とエリート主義が増す。月は、 半分に分割されるが人類は信じない。イスラム教徒は世界の国々に嫌われる。シリアは戦争で破壊される。エルサレムはイスラム教徒に征服される。無信論は増加する。クリスチャンとムスリムは最終戦争のために同盟国となる。メッカは攻撃され、カーバは破壊される。コーランは地球から失われる。良い人は死んでしまい、悪い人だけが生きる。 宇宙は破壊される。詳細は万人救済主義及び新普遍救済主義を参照究極的には全人類が救済されるとする思想もある。ありがとうございます。